嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週金曜トジャズ。怖い怖い怖い、閉めて怖いから。はい、ということで、はい、今回のゲスト、はい、今田浩二です。今田です。あ、私が今田です。どう考えてもそうだな。ある日、ツイッターでね、勝手にフォローしてしまうみたいな現象が起きたんですね。え、てか結構あるか、うん、まあ、その現象がね、2012年に起きて、はいはい、ナターシャサインっていうアカウントなんですけど、ナターシャサインさんをフォローする現象が増えたんですか。そう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 、この人フォロワーがものすごいいて47万人ぐらい、うん、すごい、めっちゃおる。 YouTuber みたいな。そんないるフォローしてる人は誰もいない。で、ツイートが1個だけ。そのツイートがね、 What must we do now? なるほどね。なるほどね。なるほど、なるほど。翻訳ちょっと言っちゃって。はいはい、私は今ここにいるんだよ。中卒が。中卒じゃねえよ。小卒。小卒じゃねえよ。中卒か。中学校は誰でも行けんねえ。1+1=5だと思う。なわけないやろ。大輝言ってやれよ、お前は翻訳。私たちは今この場を支配するんだ。はっはっはっは。向こうの場だぜ。今我々は何をしなければならないのかというツイートだけなんだけど、まあ、このナターシャサインという人物、まあ、実在しててもう死んでます。え、死んだ人がツイートしたってこと。死んだ人がツイートしてフォロワーのところが変わってってることから動き続けてるんです。え、その説によるとウクライナの病院で寝たきりの生活をしてたらしいんですよね、はいはいはい、死の前日に病院内で大声で悪魔に取り憑かれたみたいに、ずっと暴れてたんだって。うわ、ナターシャさんのお母さんが翌日に神父さんを呼ぼうと。神父さん、悪魔払い。そうそう、翌日になったと、はい、神父さん来ました、見てもらいましょうってなった時にナターシャさんいなくなってるんです。その場からと。その場から消えちゃったんだね。どこにいたんだ。9キロ離れた九州にいたのか。九州じゃない。九州ウクライナにいたから。超近い。そんなすぐに移動しない。9キロ離れたホテルから飛び降りてナイフの刺し傷もあったことから他の人から殺されたっていう説が濃厚。そうだね、殺だね、きっとね。自分で刺しはせえへん。ナターシャさんの画像を見てもらおう。うわー、俺こういうのマジで怖いのよ。綺麗。綺麗。え、思ったの全然違かった。全然めっちゃ綺麗やん。この方と言われて怖いから。めっちゃキスしてんのこれ。そう、めっちゃ怖い。やめときよお前。めっちゃ人はしなお前。だからこの人がその幽霊になってアカウントを使い続けてるんじゃないかっていう説なんだけど、興味深い記事を見つけて、ナターシャと付き合ってた男がいて、もうこのカップルツイッターがナタリーか。違うね。違う。実はなたなた同士のカップルとかそういうわけじゃないから。タナーシャ。タナーシャ。あ、違う。タナーシャ。タナーシャ。もうこっちになるからやめて。タナーシャ。ナタリーだ。で、ツイッターで出会ったカップルなのね。で、ある日彼氏がナターシャを殺したの。え？え？この細かい理由はちょっと分かんなかったんだけど。犯人ってこと？そう、犯人。え？ナターシャのアカウントも消して逃亡してったのね。うん。ほう。で、その犯人なの、今も見つかってない。で、その事件が、殺人事件があって、しばらく経って、はい、この現象が起きたのね、うん。気づいたらフォローしてる。はい、なんだなんだ、誰だ、ナターシャだった。だから、これ、もしかして、ナターシャがいつまで経っても見つからない犯人を、ツイッターを通じて、探してるんじゃないか。じゃ、怖いよ。怖っ。やべやべ。こんな怖い。急に来た。怖い。繋がったから、ツイッターでまた繋がろうとしてる。そう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 。1個目の説は刺されて死んだ。それでなんか幽霊になってアカウントになった。なんかよくわかんないけど、ぶっ飛びすぎじゃん急に。うん。でもこの2つ目の説結構さ、話が合うというかさ。うん、実際刺されてるんでしょ。要する死んでる場所は一緒で、ただその刺された理由が違う説でちょっと。でしょ。だから別に繋げちゃえば一緒で、真実はいつも一つってことです。おぉ、コナン。コナンです。言うしかないよね。そういうことでしょ。だから単にあいつが殺して、うん、そいつをついて探して、うん、同じような説じゃないですか。もう一個に繋げられる。繋がったな、ここに繋がった。二個目のはだってもうね、霊的な話が出ちゃってるから。うん、ただそういう都市伝説ってことですよね。なっちゃん、だからもしかしたらみんなも知らず知らずにナターシャをフォローして探されているかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。
なんでみんなわけわかんないポーズしてんだよ。なんなんだよみんな。で、俺試しにさっきね、ツイッターでナターシャサインって検索したけど、はい、もうなんか出てこなかったね。なくなってもうなくなったね。そうなんだ。そしたらもう彼氏知らないだからもう、もしかしたら見つかってるかも、うん、見つかして、もう人知れんところで殺されてる。もう成敗しようって、うん、処刑された。ナターシャの殺害は困ってる、うん、もう未練は成敗し、成敗しちゃう。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 成仏してるかもしれないっていうね。怖いね、これね。全然怖くない。全然怖がってない。